アラサーになってハゲかきてる日本の皆さん、こんにちは。元気してましたか？今日はですね、最近動画上げてないとみんなバレてると思うんだけど、ちゃんと理由あるんだ。ゲームやってました。今日と明日はフォートナイトのワールドカップのソロの最後の日だから、それだけちょっともうワールドカップ出てみたかったんだ。フォートナイトの。だからそれ最近ちょっと頑張ってるんだけど、それ終わったら、普通に、動画とかまた作り始める。それで最近ビザとか調べてるんだけど、日本でビザ取るなかなか大変。ビザ取ろうとすると難しい上で、なんで日本のビザが必要なのかとか、いろいろ自分で文章書かなくちゃいけない。日本語で漢字の書き方とか覚えてないし、大変だろうなと思って、やっぱり日本語極める必要もあるし、この前1級の日本語能力試験を1回挑戦したんだけど、長くなっちゃって途中で終わっちゃったから、その続きやろうと思ってる。多分問題例の中でも最初の方が簡単でどんどん難しくなっていくかもしれないから、でもう長くて分かりづらい文章ばっかりでちょっとつまらないんだけど、今日はちょっとそれ頑張ろう。日本の小説とか読むんだけど、日本の小説は気持ち伝えるために書かれてるじゃん。日本語能力試験は分かりにくく書いてあるよ、わざと。だからちょっと腹が立つ頑張ろう。これじゃあ次の文章を読んで、後の問いに対する答えとして最も良いものを 1,2,3,4 から1つ選びなさい。読むか。今 9番まで来てるんだけど、これからずっと長いやつ出てくると、こんなんだけでめっちゃ長くなるよねどうしよう。よし、行こう。頑張る。ビザのために。人間は案外機械と似てる。機械屋の娘だからなのかどうかわからないが、私は上々そう思ってる。機械屋の娘？サイボーグってこと？この文章サイボーグが書いたの？よく人間は機械じゃないと言って、人間を機械のように酷使するし、社会のシステムを非難する人がいるが、私はその言い分に違和感を覚える。機械はガソリンや電気が切れれば動かなくなるし、落としたり倒したりすれば壊れる。古くなれば動きが遅くなるし、できないことをやらせようとしてもできない。酷使すれば壊れる。この文章はまだマシだよね。この前より。こっちの方が面白い。ところが人間は給料、つまり人間にとってのガソリンを減らして前より一族よく働けと命令し、過酷な労働を精神症で読めないせよと無理難問を押し付け、疲れたと申し出る人には癒せと無知を打ち、休んでる人や生産症の低い人を生存症の低い人を怠け者と非難し、そしてとうとう壊れてしまった人を弱いと非難する。人間が人間を人間とみなせばみなすほど非人間性は増やしていく。なるほど。人間が人間を人間とみなせばみなすほど非人間性は増やしていく。人間に無限の可能性や能力や忍耐力なんてない。できることはできるし、できないことはできない。人間はもっと機械を見習ったらどうだろう。文章で言ってることわかるけど、それさ、30歳過ぎた人間のことでしょ。機械と違って子供の方は強くなっていって、速くなっていって、頭良くなっていくから、それだと機械と逆だよね。機械ってさ、新品のままは一番優れてる。それからちょっとずつ低下していく。でパーツ壊れたらパーツ変えられるし、けど人間は腕なくしたら腕どうしようもないし、でもその代わり人間は頭良くなっていくし、強くなっていくし、で体が低下してても、精神が増す強くなっていくから、全然違うじゃん機械と。いいけど、機械を見習ったらどうだろうとあるが、
ししなあ これ前覚えた感じなんだけど、なんだっけ、シルシャの考えに近いものはどれか。機械のように休まずに働いてればどんな無理問題でも私服できるだろう。機械と同じように人間性や精神人間性人間性人間性や精神性などはあんまり気にしない方がいいだろう。機械のように過酷されても壊れず生産性を高められるようにしたらどうだろう。機械のように人間も無理なことはできないだと確認した方と認識した方がいいだろう。これでしょ。これさ、めっちゃ簡単。もうなんでこんな簡単な質問のためにこんな長い文章読んでんだ俺。あ、そっか、ビザが欲しくて。あー、また長いのが来た。さっきより長い。カラスは頭がいいというのはみんな知ってる。もはや常識と言ってもいいかもしれない。ゴミにカラスが来ないように何か仕掛けてもすぐに見破られてしまい、カラスって頭いいんだなと実感することも多いだろう。人間と、でも頭いいというのはどういう能力を言うのであろうか。ちょっとどうでもいいよね、この文章。カラスはカラスじゃ。さっきからちょっと気になってる、あの聞くやつあるよね。これなんて読むんだっけ。わからない。おお、聞くやつ。俺聞くやつどうやろ。俺ずっと喋ってるから人の話聞かないこの問題ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。確証を見せ、質問は何？あ、質問を聞くんだ。あ、これ流して質問を聞く。企画書を見せる。製品の説明を書き直す。デートを新しくする。パソコンを準備する。やってみようじゃないか。日本人たちも聞き取れるかな？この能力試験一級の。女の人が新しい製品の企画書について男の人と話しています。女の人はこの後何をしなければなりませんか？課長、明日の会議の企画書見ていただけたでしょうか？うん、わかりやすく出来上がってるね。ありがとうございます。ただ実は製品の説明がちょっと弱いかなって気になってるんですが。そうだね。でもまあこの部分はいいかな。で、この11ページのグラフ、これずいぶん前のだね。あ、すみません。デートを新しくする。じゃあそのグラフは変えて、あ、それから会議室のパソコンやマイクの準備はできてる？あ、そちらは大丈夫です。簡単や。女の人はこの後何をしなければなりますお昼ご飯。ないよ、お昼ご飯。これからゴードの飲み会に行くんだよ。まず言うとくが、まあ、わかりやすい方が俺、あの、試験受ける人として全然嬉しいんだけど、そして全然会社入ったことないけど、会社の中でこんな綺麗な喋り方してないよ、みんな。お前、この前の説明書のデータはめっちゃ古いやつだった。そのグラフさ、5年前のやつまで使ってるの？それなんとかしろよ、みたいな。そんな感じじゃないの？わかんないけど。あの、データね。おーおー、正解。じゃあ次。あ、どんどん難しくなりそう。この問題では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。うん、まあ。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最もいいものを一つ選んでください。昨日までの資料を渡さなかったから。飲み会で飲みすぎて寝てしまったから。飲み会のに資料を持って行ったから。資料をなくしてしまったから。じゃあとりあえず誰か怒られてるよね。しかもまた俺会社入れないからさ、なんでこんなに会社の話するよ。資料はどうでもいいんだよ。大学で男の人と女の人が話しています。大学だったか、会社だって決めつけてたね。この男の人は先生がどうして怒ったと言っていますか？
はあ、先生を怒らせちゃったみたいなんだよね。困ったな。困ったね。え、どうしたの？いや、それがね、先生に頼まれた資料、昨日までに渡さなくちゃいけなかったんだけど、いろいろあって渡せなくて。それで怒られちゃったの？いや、それで怒られたっていうより、一昨日授業の後飲み会があってね、でついそれを持ってっちゃったんだけど、飲みすぎて寝ちゃって忘れてきちゃったんだよね。え、じゃあなくしちゃったわけ？いや、出ては来たんだけどね。先生がなんでそんな大事な資料を飲み会なんかに持っていくんだって。まあそりゃそうよね。この男の人は、先生がどうして怒ったと言っていますか？先生は怒ってる理由はね、飲み会などに資料を持っていくなっていうことなんですね。まあ、これ簡単よね。聞くの方、聞く方、ね、文章より簡単やな、これ。みんなどう思いますか？飲み会に資料を持っていったから、資料なくして、これじゃない。なくしてないからね。飲み会で飲みすぎて寝てしまう。まあ、それもあったからね。昨日まで資料を渡したね。お、なんか違うのが出てきた。この問題では、問題用紙に何を印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中、最も良いものを1つ選んでください。おお、レベルアップだよ。これ難しいよ。いくよ。県知事の選挙で、男の人が演説をしています。演説という言葉は分からない。今回の選挙で最も注目されているのが、新空港と道路の問題です。空港は、予算の無駄と批判される方もおられますが、県の経済にとってはなくてはならないものです。またそれに伴う道路の建設も、環境への影響をさらに慎重に調査したいとは思いますが、県の今後の発展のためには非常に重要であり、私が知事になった際には計画を積極的に進めていきたいと考えます。男の人はどう考えていますか？1、空港の建設にも道路の建設にも賛成だ。どっちも賛成じゃなかった？2、空港の建設にも道路の建設にも反対だ。反対じゃなかったよ。3、空港の建設には賛成だが、道路の建設には反対だ。え、両方賛成って雰囲気、なんかこういう日本語が分からないというよりさ、こういうどうでもいい話、頭に入ってこないよ、情報。もうどこの空港のどこの道路とかなんちゃらなんちゃらさ、どうでもいいじゃん。なんかこの件に、なんか日本のここがこんな状況で、これから空港とかなんか道路でこれを考えてるんですけどとか、なんかもうちょっとなんか具体的な、この世界のどこかにこれが起きてるという感じだったら、情報頭入ってくるけど。4、空港の建設には反対だが、道路の建設には賛成だ。え、道路も賛成だった？空港は必要って言ってたよね。まあ正解なんだけどね。頭に入ってこなくても正解なんだから。この問題では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて、これ1対1の会話か。3つの中で当たる確率が上がる。ああ、今日はお客さんからの苦情が多くて仕事にならなかったよ。この人ももしかしたら路上ライブやってるかな。俺もよくありますよ。もう渋谷でバケツドラムやろうとしてね、苦情が多くて仕事になれないんですよ。警察来ちゃうんで。1、え、これで終わり？いい仕事できてよかったね。
に。仕事なくて大変だったね。3。お疲れ様、ゆっくり休んで。あ、答え方か。ああ、この人にどう返事するかの質問か。なんやろうなと思って。え、忘れた。なんだっけ ?1。いい仕事できてよかったね。2。仕事なくて大変だったね。3やろ。3。お疲れって。お疲れ様、ゆっくり休んで。お疲れ様って。4で、お前が減ってたからクール入るんだよっていう、もう一つの選択肢が欲しいんだけど、まあお疲れ様ということで、はい、正解です。次。この問題では長めの話を聞きます。もうちょっと面白い話であってくれ。この問題には練習はありません。練習あったっけ？さっきの。メモを取っても構いません。だるいな、メモ。まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中からもともいいね。ああ、2つの質問出てくるか。やや複雑な内容の長い話を聞く。1つ目の質問を聞く。答えを選ぶ。2つ目の質問を聞く。答えを選ぶ。異なる内容の質問が2つ。話の後でされます。複雑な話聞いてやろうか。バーン。お店の人がジュースの説明をしています。こちらをご覧ください。当店では美味しさだけでなく栄養のバランスを考えた健康ジュースをご用意いたしました。なるほど。黄色、紫、緑、赤の4種類、それぞれ効果が異なりますので。もう健康用のジュースさ、健康用のジュースは一番色だけで名前つけたらあかん。これ何の健康ジュースですか？あ、それ紫です。いや、もう色で名前決めてるのは絶対体に悪いからな。皆様の体調や目的に合わせてお選びいただけます。まず、男性サラリーマンの方に人気なのがこの黄色でして、こちらは疲労回復効果があります。次に女性の方におすすめなのがこの紫で、美容に大変いい要素が豊富に含まれております。コラゲンか。緑にはパソコンなどによる目の疲れを取る働きがございます。またちょっと高いんですが、若い男性の方々からは黄色にさらに美容効果を加えたこの赤が大変ご好評でございます。混ぜるんだ。へえ、良さそう。やっぱり綺麗になるっていうのは魅力的ね。でも仕事で一日中パソコン使ってるんだよね。そうなのよね。目の疲れってのも辛いよね。全部混ぜれば。そっちの方がいいかな。じゃあ飲んでみたら。僕は最近体がだるいから。赤ならお肌も綺麗になりそうね。ちょっと高めみたいだけど。いや、僕は美容効果の方はいいよ。そう。質問1。この女の人にはどのジュースが最も効果的ですか？もった効果的とかそういう話じゃないでしょう。どっちが飲みたいかの話。もうどっちも効果があるじゃん。でも最近パソコン使ってるから、なんかこれで本当に目が回復するか気になって選んでるわけ。もう効果的だとか、効果的とかさ、飲んでからわからないから、この人もう、まあ、いいね。まずは緑ね。質問2。この男の人はどのジュースを飲もうと考えていますか？まあ黄色でしょう。赤はなんだっけ、美容、まあ紫と赤がちょっと混ざってるみたいな感じなんだけど、赤は。男の方は黄色やな。おめでとう、これで N1 は終わりです。整合表を見てみよう。いや、全部やってないからね。今日は これしかやってないけど。はい、当たりということで。まあ、NQ なんとかなりそうやね。なんか、記憶の中で、
遠距離1回行った時に話してる質問も難しかったんだけど、これは問題ないよね。ゆうとくが先のジュース頼もうとしてる質問もさ、まあ、じゃあまあ試験のために難しくしなくちゃいけないっていうのは分かるんだけど、そんな風に頼まないよ。なんか話し合ってる時はなんか結構、え、黄色はなんだっけ、あ、そっかみたいな紫は BOK だよねみたいな確認するじゃん、確かめるじゃん。そしてなんか、お、じゃあ俺黄色にするよって普通にみんな言うからね。僕は最近仕事で疲れてるからね、それ注文になってないからね。僕は最近仕事で疲れてるんですから、黄色の飲み物にします、黄色のジュースにしますって言うんだよ。もう、まあまあまあ試験で難しくするのあれなんだけど、なんかさ、日常に使う日本語と微妙に離れとって、まあ大変だね、頑張りましょう。ということで、みんな、あの、今日も日本語能力試験1級に付き合ってもらってありがとうございます。多分一番問題そうなのが、あの、長い文章やね、つまらないからね、もうちょっと面白く書いてほしいんだけどね。それじゃあみんな、またねー。